それではですね、鈴木屋敷についてやはりお話を伺っていきたいと思うんですが、海南市にあるこの鈴木屋敷というのは広さ、また建物というのはどういった規模なんでしょうか。私もその時に測ってはおりませんので、わからないんですけれども、土地は比較的こう開けた土地のところに、建物自体さほど大きな建物というわけではないんですけれども、庭にもその池があったりとか、なかなかその洒落た造りのお屋敷だったようなんですね。この鈴木屋敷というのは、その初めて行った時はもう本当に荒廃していたということなんですが、今はどのような状態なんでしょうか。今はもうほとんどその解体されて、骨組みが若干もちろん残ってはいるんですけれども、そこにちょうどこの最近工事が始まったところでございまして、古いものを使えるものはそのまま使って、そして新たにまた建物を建て直すという形で、大事なのはきっとその古いものをそのままその場所にもう一度使うということなんだと思うんです。いやー、ぜひですね、この鈴木屋敷とそして藤代神社、海南市の方に足を運んでですね、じっくりと見て回れる時を楽しみにしています。そしてそうですね、この鈴木屋敷にお住まいだったのが、前回お話を伺った鈴木三郎重家さんなんですか。そうですね、ずっと平安時代まで遡りますと、そこに鈴木三郎重家、それから弟の亀井六郎重清もそこに住んでいたようなんですね。ぜひですね、まずこの鈴木三郎重家についての話を詳しく伺っていきたいと思うんですけども、まず、はい、第一歩の疑問としてですね、兄鈴木三郎重家と弟亀井六郎重清、鈴木と亀井兄弟なのに姓が違うんですね。はい、そうですね、もともと鈴木のはずなんですけれども、その亀井を名乗ったということですから、亀井の、家を継いだということになると思うんです。なるほど、はい、でそのこの亀井の家、これ私も鈴木三郎重家のもう復曲して初めて分かったんですが、私どもの農学会に大津海のお家で亀井先生のお宅がですか、今の東大亀井忠夫先生、人間国宝でいらっしゃいますけれども、でこの忠夫先生、それからその長男で、亀井広忠さん、亀井広忠さんとお話をしましたが、祖先は熊野で神職をしていた家系だと言うんですね。でそれがつまりその亀井のうちはそのままイコール鈴木のうち、祖先同じって、それで、鈴木のうちももともと熊野で、に住んでいて、熊野 の新宮がその一番のルーツらしいんですけれども、そこから、その熊野信仰を広めるための拠点として、広神社のあるこの藤代の地に移り住んだのがこの平安時代の後期だというふうに伺っているんです。 ですからその私と、亀井広忠さん、遠いところで、ひょっとすると言ってるのかもしれないなんていう話をして、学生笑ったんですけども確かにこれ、ご先祖様が一緒に戦ったってなると、現代にもまた熱い縁が蘇りそうですね。そして復曲の鈴木三郎重家、最後まで義経に従ったということから、弁慶さんと同じく忠義という言葉がなんだかイメージに浮かんでくるんですが、具体的にはどのような内容なんですか。はい、鈴木三郎重家の能は、義経、主君の義経が平家を壇の浦に滅ぼした後、兄の頼朝が疎まれて、命を狙われて都を離れていく、そのお話の続きなんですね。で、能の中でも船弁慶というのがありますけれども、この船弁慶は都を離れて四国に渡ろうとした時に、嵐にあって、渡れなかったんですけれども、その時に能の中では、壇の浦に滅ばした平家の恩情たちがこの義経の船を沈めようとして出てくるという物語なんですけど、その後四国に渡れなかった義経一行は、大和から吉野の山に入る、
湯島の山を、まあ、命からがら抜け、伸びて、そしてまた密かに都に結集し、この先しようというので、奥州の藤原秀衡を頼んで、皆でその奥州に下ろうということになる。その時に、まあ、奥州に行くのにはどうしたらいいか、頼朝の方の目が光っていて、いろんなところに関所が設けられているんですけれども、北陸道を使って、奥州へ行けば、まあ、この北陸道は出羽の、ね、山伏が、また吉野の山伏たちが出羽の羽黒山に修行に行く、その山伏がその行き来をするルートなので、皆山伏の格好をして旅をしたらバレないんではないかということで、山伏の格好になってゾロ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 こう旅をするというお話、これ能ではあたかというお話があるんですけれども、はい、このあたかのちょうどみんなで旅をして奥州めがけて行っている時に、鈴木三郎重家はというと、吉野の山からみんなちりぢりになって、京の都に戻るんですけれども、この時に三郎重家は故郷の藤代にいるお母さんが病気だったので、藤代に戻るんです。で、お母さんの病気が良くなるまでいるんですけれども、その無事に皆がその奥州にたどり着いて、でその奥州に行った義経を今度は頼朝が、奥州攻めをするという話が伝わってきて、これは、ね、このままではいられないというので三郎重家は単独で奥州を目指して、ね、旅に出るんです。でその時の話がこの鈴木三郎重家の脳で、前歯は自城で、お母さんとの母とこの別れのシーンになります。後の場面になりますと、今度は鎌倉で梶原方に生け捕りにされてしまって、頼朝の前に引き出されるというシーンが、この頼朝の前に引き出された時の三郎重家が自分の主君である義経の正当性をとうとうと語って、あまりにもその正々としているものですから、頼朝も感心してしまって、むしろお前は俺の、ね、家臣にならないかというようなことで、重家はこれを嫌と言えば首を落とされるだけだし、その隙を狙ってその奥州へ行こうというふうに瞬時にこれを考えたんでしょうね。はい、あなたの家臣になりますと、了承するんです。でそれで縄を張れて、で、主演となって舞を舞って、で頼朝は新しい嫌いができたと言って喜んで、自分の舞館へ帰っていく。でその様子を見て、この隙を見て手編みで込んだところでじっとしていただきたい、頼朝から配慮した絵文字やおひたたれ、それそういったものをみんな脱ぎ捨てて奥州を目指して、下っていくという、これがこの鈴木三郎重家という能の内容なんでございます。なんだか聞いているだけでも胸がスカッとしますね。そうですね、あまりにも伝説爽やかにその主君の正当性を語るというので、昔はこれ、語り鈴木というタイトルでも上演、私が手元に持っている資料の古い曲名は語り鈴木というふうになっております。そしてその一緒に義経の労働であった武蔵坊弁慶さんは立ち往生という、この最後の亡くなりざまというのが今に伝わっていますが、その鈴木三郎重家はどのような最後を迎えるんですか？はい、三郎重家はその衣川の合戦で、まあ、散々に戦うんですけれども、弟の亀井六郎重清がひどい傷を負ったところで、弟を助け出して、そして館の中に連れて入って、でもう今はこれまでだと言って、その2人で差し違えて死んでいった。相手に切られて死ぬんではなくて、もう最後自分でこれがもうこれでおしまいだと思って、お互いにお互い差し違えて命を絶ったというふうに、これは先ほどもご紹介しました講和歌舞曲の中の高立ちという台本の中にはそう書いてあるんですね。で、ですから、まあ数少ない資料の中にはそうやって、三郎重家とそれから亀井六郎重家が、で戦った、ただ最後までという本当の一番最後はおそらく弁慶さんなんですね。なるほど。いや、差し違えるという言葉は例えでこそ聞くものの、まさしくお互い兄弟で差し違えることで、はい、主君への忠義も果たしながら亡くなっていったんですね。
いや、こんなにかっこいい人だったら、ぜひもっとたくさんの人に知ってほしいですね。はい、そうなんです。まあ、鈴木の一人としましては、うん、全国の鈴木さん170万人いると言われておりますけれども、この全国の鈴木さんに皆さんのその祖先、こんなかっこいいおじさんがいたんですということを、うん、そのね、紹介したいなと思うんですけれども、残念ながらこの鈴木三郎茂家の方に関しては平家物語とか、うん、それから源平盛衰記といった物語の中に名前が登場しないんですね。これが一番その知られていない原因だろうと思われるんです。いや、ぜひですね、今に鈴木三郎茂家の姿を伝える能楽師の鈴木慶吾さん、一の会という、これは数字の一に乃木坂ののホームページがございますので、ぜひ皆さん、鈴木慶吾さんでも一の会でもインターネット検索していただければと思います。